ハレルヤそれじゃあ、今日の見言葉を開きます。新約聖書のヨハネの福音書、14章。1節より中1節まで読みます。どうぞ。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなたとのために場所を用意しに行くと言ったであろうか。 行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところに、あなたともいることになる。私が徳へ行くのか、その道をあなたとは知っている。トマスが言った、主よ徳へ行かれるのか、私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。 私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知ってるなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見てる。フィリポが主よ、私たちに恩父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私は分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。 なぜ私たちに恩日をお示しくださいというのか私が父のうちにおり父が私のうちにおられることを信じないのか私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである私が父のうちにおり父が私のうちにおられること私が言うのを信じなさいもしそれを信じないなら わざそのものもによって信じなさいアーメン主なる神様2024年が白紙のように全ての人に新しいものとして与えられましたこの2024年に正しい信仰によって神の素晴らしい約束の中でいろいろと希望と祝福を 勝利と命ばかりを描いたことができますように助けてくださり新たに迎えた年が墓場に変わってしまったり滅びになってしまったりするようなことは絶対にありませんよ2014年の初めの主の,の日の礼拝から一人一人を正しく目指して歩むべき道を示してください 永遠に悔いの残らぬ道だけを歩ませてください。礼拝の必要、主の精霊に委ねますので、最後まで一人一人を導いてください。イキリスとのみなでお祈りいたします。アメン,アメンハレルヤ、新年初めの主の日の礼拝ですから、初めから私たちは正しく出発しないといけない。 この1年もそうだし人生そのものも全体的に初めから正しくしないと行った分だけ生きた分だけ失敗してしまったら大変なんですもしかして陸上選手が自分が1 0 0ルを走るべきか2 0 0ルを走るべきか あるいは1 0 0 0ルを走るべきかあるいは4 2 1 9 5トルを走るべきかなどを正しく知らないまま走り出したとすれば結果はどうなるでしょう人生100年90年生きて本人も長生きしたとなってし人にもそう 思われてもそれはもしかして間違った生き方による90年100年だったならばどう,どうなるでしょう。人生全体が狂ってしまい虚しくなってしまい取り返しがつかなくなってしまいます。年年度の初め頃今よりちょうど1年前に 日本中で世界中で明けましておめでとうと挨拶をめでたい挨拶を交わしてからお墓に入った人がたくさん日本だけで120万ぐらい出たしお墓には入らなくてもああ最悪だ2023年度は最悪だ私の人生に最悪だったとか。 いろんな意味でそういう人々がたくさん起きたはずなの。2024年私は個人的には大望の年であり本当にこの年が明けてよかったと今思,思っていますけれども1年後にもそれが言えるのかそしてみんなにも。 来年のこの時期になった時にも本当に良かったといろいろ前進したということはできるようになるためにはこの初めから正しくしないといけない生まれながらイスラム教徒で子どもの時から他の宗教よりも熱心なイスラム教に仕えていた ドイツに住んでいたあるムスリムが奥さんが腰が悪くなって手術もしないといけないのにお金もないし大変困ってた時に山に登って自分の神に 声をかけても何も返事がないからもしかして他にとの神がいらっしゃるんだったら私の祈りに応えてくださり私の妻の腰の病気を癒してくださいとっ生に祈り求めていた時に声が聞こえてきました家に帰って 妻のその痛い腰に手を置いてイエスの皆で祈りなさい。彼は困っていてイスラム教徒たちが信じてる神に求めても返事がなかったからまことの神がいらっしゃるんだったらこの祈りを聞きに答えておいた。 我らでも掴みたいという気持ちで祈ったら「イエスの皆で祈ってあげなさい」という声が聞こえてきた彼の切なる祈りに答えができたのはイエス様しかなかった彼は言われもう何でもしなきゃいけない状況だったから早速家に帰って奥さんの背中に手を置いて祈りましたが奥さんがいきなり 立ち直り喜びながら直ったハレルヤでしょ。しょ奥さんの証しではあなたがそのイエスの名で祈る時にこの腰に背中に火のような熱いものがすッと通ったかと思ったら痛みが取れたと。ハレルヤ 先祖伝来そして生まれながら求めていた神は彼らの困っている時にの祈りに応えてくれることはできなかった生まれて初めてイエスその名で奥さんのために祈ってようなさいとおられてその通りにしましたら一発で奥さんの病気が治りましたこの話が イギリスの新聞に出た話何年か前に韓国のあるお坊さんがお父さんもお坊さん子どももお坊さん中7年間お寺に勤めていました。 宅圧そうという言葉日本でも使ってますか宅圧、うん。仏教で使う。宅圧分かりつけばお坊さんたちが修行を積むために町へ韓国はお,お寺が大体山の奥にあるの。山の奥にあるんだけどだから山から山を下って人が住んでる町村に行って歩きながら お米でも何でも分かりすぎば物乞いをするのそうすると与えられるものを捨てずにそのままチャックに背負ってお寺に帰るでそれで食べていくそういう修行の一環としてこのキム・チンギュという今は牧師だけど当時お坊さんが17年間お坊さんをやっていたとか 宅圧に出かけていて、町図をあの町この町歩きながら宅圧していたときに、ある青年が、「終裂を信じなさい。そんなことして歩かないで終裂を信じなさい」と、そして救われなさいと言われたから、救いって何なのと聞いたら、イエス様は信じれば救われて天に行けると、そう言ってました。 ただからこのお坊さんが生きてる時にも大変なのに死んだことまで心配する余裕がないよ。俺は,俺は今、託圧中なんだ。それから青年が話は中止ないから、お坊さんと。青年が別れる際に聖書をこのチャックの上に入れられた。お坊さんたちの託圧層の法則に入れられたもの、すれ違ったものは何でも。 縁があるからよ簡単にこれを滑ったりしちゃ切ったりしちゃならないという法則があるから <laughs> 聖書を入れられて一日ずつ聖書を背負って歩いた。<laughs> でお寺に通って帰ってからこれは滑るべきなのか取っておくべきなのかこう判断するお坊さんたち集まって聖書が着庫から出てきたらなんでお前こんなのを、うん、いた頂いて帰ってくれのか。 いただいたとね入れられたんですそしてもうこれはお寺ではこれ置いておいてはなりませんからこれはあんたが持ってきたからあんたが処分しなさいって,て。でもこの人が分かりましたと言って聖書を受け取ったから考えたそうです一日中自分とすれ違っても縁があると仏教でおっしゃっているのに一日中自分が汗かきながら背負って歩いた聖書は縁があるじゃないかと思って このますまてるのにはちょっと仏教の教えにも合わないだから仏教の教えとりにこれをまず読んでみてどんなものかと読んでみて6回読む聖書聖書を6度も読んでない人がいれば今反省して食い合ってみて今日から聖書を読むことに励んでくださいよ。 聖書を6度も読まない人はお坊さんにも劣る信者です。意味分かった意味お坊さんも6度も読んだのに皆さんは1度も2度も3度も読んでいないておれお坊さんにも劣る人間ですよ。話は伝わりましたか両親の褐色を覚えましたか神の子を名乗っていながらも聖書1回も聖読しない知ってない人は1割です1割。 そこのお坊さんの話を読ると、六度を読んだら、そして聖書を読んだら、復活の話がある。何仏教では死んでいく。全ては虚しくなっていく。それが人生だと、け脱つするのか、悟るのか。それ、け脱つに至るのかただの修行の結果として、仏教の教えなのに。 聖書は弱い人が強くなる貧しい人が豊かになる信頼度は復活までする永遠,永遠に対して話をしてるこれ本当に縁があるんだなと思って聖書に断食の話が出てくる断食ならこれは修行最高じゃないかと思って3日断食を経験したの 一日も短食した覚えがな,ないとは今食いやっためてまず早速一日でも短食をしながらしてから神の子を名乗りなさいあ家見しては通用できないのかしょっちゅうやってるから3日断食しましたそしてこの方が3日断食していたら脱力状態になって大きな岩の下で昼寝を3日目に昼寝をしてました昼寝をしていたら 夢に、徳田が頭を持たげて自分の方に近づくのが見えた夢に。夢の中でびっくりしたら目が覚めた。しかし堅実に、実際に徳田が目の前に来て現堅実によ。それ夢で見たの。でびっくりして徳田を追い払って、この人が一瞬ショックを受けた。何お坊さん中七年もやっても、釈迦ニから何もメッセージが来てないのに。 聖書を読んで3日誕生したの3日目に蛇の攻撃にさらされてる自分を夢で示しておられてそれを追い払うたきるのにこれは聖書が言っている神は本当に生ける神だ命を下さる神だと命と言ってもみ皆さん本当に皆さん皆さん今エス様信じ,ること信じてることに これはなんとと幸いなことであり本当に生きる神誠の神との関わりを持っている皆さんが生きることはいかに素晴らしいことだろうか本当に信じるならばもっと熱く真剣に信仰を持ってアーメンとをしてたまに思い切ろうくてイスラム教徒も仏教のお坊さんも自分たちが 目に仕えてきた宗教の神やからは何もいただいたことがないのに、イエス様が真の神として命が危ないときに命を守っておるいやん。病気で困っていたら病気まで癒しておる。求めれば答えておる。不思議じゃないのか、ハれビ 人が目指して生きる道というのはまさにどこにあるのか。ハレリア、ア最近2週,2週間ぐらい前かな、この YouTube で流されている説教を聞いた、超党新首の僧侶様が、幕の神はイエス様だ確信を得てイエス様に立ち返ったと。 書き込んでるの自分のような人がいっぱいいるはずだとこれからすべてをやめてイエス様に立ち返ると書き込みの文章を読むとねこれももう成長したクリシャンのような言葉になってる言葉遣いが。 結構聞いていたらしいですよ。人の運命が100年に向けてあふて永遠に向けて生きても生きても終わりが来ない。必ず人間であるならば誰もかもが求めるべきそして実際に一歩一歩歩んでいくべき人生の道がイエス様が歩まれたその道である。 アメイ,スイエス様が歩まれた道が人が歩むべき人生の道なんですよ新年初めにまずこの辺を正しくしないで2024年また自分なりにいろんな意味で頑張ってもがいていろんな意味で成功してみたいと思ってもまた1年経ったらその中から滅んでいく人がたくさん出てくるはずな の2024年は本当に皆さんがさらに神様との関係が正しくなり成長してこれ見を貸しに皆さんが食べたものを飲んだものを経験したことをつばり人々にも証しができて未だに人間として生まれて人生の道すら探し出せてない多くの人々を家様に立ち返らせるべき。 힘의 가르시 소리니 마음가 모을 べきですよ. 아멘. 여러분. 니시아프리카노 감비아? 감비아. 응. 本当に地の 간단한 메시지 를 기대 크리산이 날다 했던. 영어로 다져내てきたから 케빈가 비치비테 크리산이 났다. 지사이니. 皆さんも簡単な話のように聞こ,えてかも聞こえるかもしれませんが、その人の運命が永遠に向けて変えられる。すごい素晴らしいことを皆さんがやらないと、石が叫び出す。YouTube がやります。Facebook がやります。皆さんがやらなくても、神は YouTube や Facebook や石が叫び出す,か出,す出すようにとすることはできる大方がない。 イエス様は人の人生に真の光を照らして、人生の道とはどんなものであるべきかを一部地図を確実に示されて、自らそれを歩まれ模範を示し、一度確実に歴史を明かし死んで復活された。二度と死を見ない方。人が一番絶望的なものは死なんですよ。 死が来る前にはあ死んでもいい。みんな大変そうしますけども、いざ実際に死が目の前に来ると、もう家族もないの。お金もいらない。命だけを少しでも伸ばしてもらいたいと。それが来る前はみんな、どうでもいいと思うの、死んでもいいと思うし。いざ目の前に来たらよ。弟子たちもそうだでしょ。死ぬことがあっても、イエス様と共にしますと。死に対する。 死が目の前に来たという直感がない時には、おい、共に死んでもいいと思ったのか。いざ目の前に堅実になってきたら、みんなイエス様を裏切りましたよ。イエス様との関係がないことをはっきりと証明するために、ペトロはイエス様を呪う言葉まで口にしながらイエス様を打ち消したんです。死というものが一番人を絶望的にさせてしまうものなの。でもイエス、リストは死の力を打ち砕いて、お墓の、お墓のその力を 暗いその力を打ち砕いてお墓の後の世界を我々に切り開き明かしてたかったじゃん。このイエス様を信じるとは皆様もう死の力に打ち勝てる神の子になっているところ。これより素晴らしい道が世にどこにありますか韓国の歴代タイ,タイトルは銃弾で倒れて死んだり自殺で死んでこの世を人生 終わりりにしたりまた何にも何も刑務所を通ってきてこうなるつもりだったらタイトルをやめないでずっと特裁しながら支配してればよかったとかいろんな口にしてはならない言葉まで口にしながらとんでもない集大を見せたの。タイトルになればなんとかなるだろうと人生成功できると思ったらその矢先に何が待っていたの自殺せねばならない。あるいは のでばならないあれは刑務所刑務所の中で日々日々を皆さん軍隊に韓国で行ってみた人は分かるでしょう軍隊に来ると刑務所よりこれ自由だよそれでも1年か1ヶ月が大変なのなのに刑務所の中で1年も2年も パックネタイトルの場合は4年もその中にいました。もしタイトルにならなければ刑務所に入ることはなかったでしょう。韓国の最高権力者になってもそれがずっと保証されるもんじゃないの。その後また本当にこうなるつもりだったならばと悔い、後悔するのことが待っていたと。 タイトルになったから、人生の道、正しく歩めたのか、そうじゃありませんよ。韓国一のサムソンの会長だった人は、金はつぶなって、山ほどあって、使い切れない一生、金を手に入れても、人生の道に対しての、はっきりとつかめない、 不安があり神の存在を意識はし始めたんだけどもそしてカトリックの神父に手紙は出したんだけど帰ってくる答えを待ってるうちに死んでしまった神がいるならばどうして自分の姿を私たちの目の前に表してくれなかったかないのかと疑問を投げつけたんだけど神父はそれをしまっていたんです手紙を。 死後に発表しましまた韓国一の金が金持ちになっても正しい人生の道はお金では見つけ出せないままよう去ってしまいました永遠に立ち返らなきできない道を歩んでしまったんですよしばらくの間だけ韓国一の金持ちしかしまだまだ見つけ出してない まだ完成できてない人生の虚しさを金が全てでないことがに気づいていても本当の人が目指すべき本当の命の道に導いてくれる人がなかったの。その子どもも同じような歩き方をしながらも。 永遠なる人生を準備すべき時に、金に自分の人生を売り渡してしまい。結局は、嘆き悲しむ運命になってしまう。もし皆さんの中に、私はもう神の子供です。私はクリスチャンだからよ。教会に来てますからと思っている人が、今この話を聞いて、 私はあの人たたちととっっってよかったと思ってかか思いるのがいるがもしれませんよ。しかしたとえ皆さんが「イエスの皆」を呼び始めたとしましても2024年が本当にめでたい年になれるのかあるいは今まで考えてなかった風に見舞われて苦しむようになることはないのか考えてみないといけませんよ。 名ばかりのさんも世にはたくさんいるし神に認められない守るとは助けるとか約束通りに祝国するとかできない君たちがたくさんいるからですよ。聖書通りの君者になればまずこの世において長生きするのこの世においてもう豊かになるの勝つことあっても借りることはないように勝ち知らないことあっても恩になることはないように 希望が絶たれたカンガンでも私は彼に過ぎないと言っちゃだめだと言ってます。神にっながっていればカンガンも子供を産める。陸大的にはこの世できにはもう希望がない人も神様が一と言命じればそこからまた芽生えができる。これは聖書の新規約旧約滝だので新約の。 もう同じような話、約束をしてます。いや、長年、ぽっかりすれば必ず勝利しないといけないの。ご本人が考えても納得できる結果を出さないといけないの。主は正しい自分の人たちに滅びを、弱さを、虚しさを、失敗を約束された覚えがない方なんです。あメめつ、たとえス様に立ち返る当座は、 小さくあっても弱くあっても、いや倒れてても死んでいても、いやラザラロのようにお墓に入っていても、出てきなさいと言ったら、私死んでるから困ります。そんなこと勝手なこと言っちゃだめなの。出てきなと言えば、今の状況、状態関係なく、アーメンと言えば出て来れるの。なんでそこに留まっていながらいろんな弁明ばかりつくのか。なんでぽっかい が最後には未知名なの。神の約束に預かる国会を正義、信仰生活をやってないから。雨です。神は、暗闇のような、サタンに支配された夜中に、光となってあんた方が私の代わりに光を放ちなさいと言ってるの。立ち上がって光を放ちなさい。なんで、神の栄光があなた方の上に今望んでるからよ。それを反射した反射。ない光を照らせと言ってない。 神の光があんたとの上に望んでるの。だからそれを反射して照らしなさいって言ってるの。それもしないしようとした、それも。ない光を自分の中に作って照らせと言ってないよ。神の光がもう望まれてるからよ。それを太陽の光を受けた月が、月は自らは燃えないの。光を出せないわけ。 太陽の光をを受けてそれを反射するのがが月のの光光光だ神が光を光の源だからよ光自身だからイエスを信じるならばそのように受けたものでも照らしてよを照らせと言ってるの神から頂い,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 いたものがない人はどうして照らしができますか神は何でもくださるまず人が良を生きる間に必要なものをくださる それから神の国では今日、すごいこれ、この内容は皆さん、人の人生はこの世で終わりません。神のもとを離れて天から下ってくる新しい脈を得るされる、これが我々がたどり着くべき人生の終点なんですよ。そこまでいかないと人生、ああ、勝利したと言っちゃだめなの。完成したと言っちゃだめ、未完成のままなの、また挑戦しないといけない。 雨です人生はすごい延大なもんなの。火災に住んでいるってそれでいいと思っちゃいけないのだから火災から出てきたら禁止とかあるじゃいかん。禁止とかから頑張れば天にまで行ける。あらき償う。ハレルヤ彼は教会今3度目しか来てないのに目が輝くのこここの辺も今輝いてる。 来る時は帽子でかぶってこれが女なのか男なのか分かんないような自分を隠そうないと今は自分はあるはっきりと人の前にとうとうと神の子供として家様にまともに出会うと自分の中から気分感情心から変わるんですよまず気分が満たされるの昨日着てた服を今日着ていても 昨日食べてたご飯を今日も同じものを食べてても自分の中身が変わるのイエス様に出会うとそして人生の長さが見えてくるし120年じゃなくて無限に命が死んでも生きるからよ主が救われて世を去る兄弟をワンカット示しておられた時に このなその日私が示してもらったその日に世を去った兄弟で、吉田と言われる人だよ大阪出身でこの人がね大久保鳥る国際医療センターという大きな病院で寝ておければ明日火曜日に足を足も付け根のところはもう切断しないといけない <laughs> 切断しないと足を切ると言われる。 足を明日寝ておければ手術に入る。お医者に宣告されたからもうよ出番で寝ることはできなかった。そして夜に行け、真夜中に、まだ明るくなる前に、明るくなったら足切られるから、付け根から切られて足がなくなるから。それはもう最悪だから考えられないから、まず逃げてみよう、まず。病院から逃げた。 そして逃げたたところがある公園だったのそしたら火曜日は東京・ EMC が銀座の岩井橋公園で炊き出しやってるからそこへ行けば食べ物がある彼が来たでしょうか来なかったでしょうか来たから今行ってるじゃないか彼が説教を聞いた後に涙ボロボロ流しながら私の前に現れた。 今日が手術の日なのな昨日私は真夜中に病院を脱出しましたその生き立つを説明してくれ今日の話を聞いたら初めて聞くんだけどそのイエス様を私信じていいですかいいかどうかは自分で決めるんだよ信じたければ信じるべきだ信じます 大阪で運転タクシーの運転手やってったって言うとあっそう立ったらうち教会の車もあるから奉仕しながら教会へ出泊まりできるからです教会に行くかって言ったらあ行くとこないからお願いしますその日教会に連れてきた1か月後には彼の初めに来た時の彼の顔色は麦茶の色だ麦茶の色もう血液が汚れて 足に壊死が始まってこれ切らないと死ぬ切,る切らないと死ぬから切るしかないと大変だけどもうそこまでいったんだから彼の病気は、えー、何その骨髄がんとかなんかえー、彼は1か月後に顔色が桃色に変わった桃色に。というのは何ですか 病気が治ったってことなのそれぐらいまで説明したことも知るべきだなとう。<laughs> <laughs> 彼が多分喜びながら、もう先生、私はもう命を得たからよ。これはおまけの命だから。イエス様と一緒ならもう死ん得こい、何やってもいいし死んでもいい。私から一時聞からことも見てから、いろいろと告白をしてきました。 それで半年ぐらい経ったのかなあの秩父の方に用があって行く時に運転してもらったいきなり急ブレーキをかけたり後ろに座ってられんの運転が乱暴になって私が運転できなかよで自分の筒をやらせるために食っていく口実を与えるために運転してもらったのに急ブレーキかけたりなんて感じ直ってもうこれ金稼ごうこの瞬間うん 牧師の運転してあげないでくれないで金タクシー運転すれば金が何万円入るとか頭にそれが戻ったのだから急ブレーキかけて帰り,帰りにはねおい君止めなさい俺がやるというほど彼が乱暴になっていましたそして教会を離れたんですよ人はねこう変わるの簡単に皆さんは勝利しても変わっちゃいけませんよ あとは滅びが待ってるから雨ですアメ彼が教会をそうやって離れて2年が経った時に上野集会終わったらある人が名刺を持って私に近づきました「私は浅草のある寮の寮,寮,寮長なんだけど吉田何かという人をご存知ですか知ってますよ」と言ったら彼が今浅草病院に 浅草の寺病院に入院してますか彼が体調が末期です他の病気にかかったの教科離って2年間のうちで体調が末期で心牧師のことをぜひ死ぬ間に一度会いたいって言ってるのそれで病院に行きましたらもう声はほとんど出ない声はほとんど出なくてあ大体これで 口の動き方で大体何を語ろうとしているのかを推測するしかないような状態にまでもなっていました。どうしたのと言ったら体調管。声をかける勇気はなかったんだけども3日前に夢に親睦氏が笑顔で現れたから。 うん、勇気を出して両調度をして連絡をしたとそうやって再び彼に再会して彼がその病院からこの隣の錦糸の三1階、うん、病院にまた移って天に召されるまで週何回も行って彼を見,、ま、見舞いに行ったりしたんだけども。 彼が天に召される最後の日に棺の中に彼が収められるんだけど棺にリコッと笑いながら収められるの皆さん死んだ人が棺に入れられ収められる人が笑うの見たことある人 <laughs> かそばにか,かそばの釜に入れられる人が笑う人見たことありますこの人は缶おけに入れられながら私にリコッとウィンクして入るの。 朝目が覚めたらこれ果たして何を意味するんだもしかして今日目されるのかな生きたまま棺に入るぞは救われたクリスチャンにかないわけだからハレルヤ私たちは質疑の中に入れられてもかそばの窯の中に火の中に入れられても復活が待っていて神の国が待っていることそれが我々が目指すべきイエス様が歩まれた復活の道 永遠なる神の子供として生きる人生の道なんです。信じますか本当に信じますか本当に信じるならば、2024年からは、信仰生活をどのようにすべきだ主の皆を呼びながらも、不法、罪を抱かえかていって、陸代を去る時に、エス様に捨てられるような、また7の23節のような信仰生活は、絶対に経過して、罪から離れて、 神の御国とその御心を優先的に求めて、神に保障される。霊魂肉全てが神によって保障され、守られ、神によって、悲惨の中にも入って、今度は死を見ない神の国にまで、新しい幕を得るされるまで、必ず導き入れていただける信仰を、今のうちに準備しないと、2024年、この1年間の間に、まだ何か起きれば、まだ、 犠牲者になって、クリシャン名乗りながら倒れてしまうことは絶対あっちゃうなりませんよ。アメンです。主が私にリズナにか前に示されました。君に当たられた使命を果たすまでに絶対お前は死ぬこともできないと。驚かないなね。驚かないな。<laughs> サタンが私を殺そうと思って、 飛行機まで墜落させようと思っても私は死ねないの。なんで私は神の仕事するままに頑張ってるから。ハヌルヤインドネシアのチョークをでインドネシアの二億八セ万を小さに支配してる王の上に君にしてるサタンの頭がサタンの頭だサタンがサタンが、まあ、まあ悪の書類の頭なんだから。 こ,こ行って皆さん、聖霊じゃなければ、そういう存在がそこを支配しあいしずを誰がることはできますか。つまり皆さん見たでしょ見ていながら皆さん、頑張らない皆さんがいるとすれば皆さん、サタンにいつ騙されても倒されてもおかしくないの。ああいう見えない世界とその存在を見破って、その働きを打ち破っていかないといけない。そういう信仰生活をするときに安全、神様に守られます。 何を知らんと守られる、何を知らんとも強くなる。これは神の約束にないの。主イエスおっしゃいました。神を愛し、神に使える方法は簡単です。みんな一緒に。気分感動、心、思い。力、命まで尽くして、主に使えるべきだ。最善を尽くすべきですよ。アメです。 そうすればあとは神様が人がたどり着けない神のレベルで保証されます。信じますかそう,そういう信仰を目指したらこの世で素晴らしい結果がまだ出されるの。インドネシアといえばもう神に導かれたから見えてくるの。世界、全世界で。 イスラム教徒が一番多いのがイン,ドインドネシアなの。2億以上のイスラム教徒があるの。イランとかサウジとかは全部合わせても2億ならない中東諸国のイスラム教徒がたくさんそこにたくさんいるように見えるでしょ。違うもの、インドネシアが一番中東にあるイスラム教国の3つ、4つを合わせないとインドネシアのようにならないの。 それほど比べが的なほど多いのがインドネシアの本当は。だからこれを2020年から攻略しなさいと一緒に命じらされたの実際見せた見たでしょ、見た。あれだけ多くの人をサタンが支配しているのに、そのサタンを砕く力でいかないと、そこでイエスの皆を読んでいる人々がみんなまだ支配されている、縛られているままで。 こんな考えてもなかった、イエス様の霊に導かれないと考えてもなかった世界を示され、目に見えない世界を目に見えるようにしていただきながらも皆さん、心が燃えないとすれば皆さん、心の良心がもう、薬金を押されたかのようにまいしてる状態じゃないの。まいしてる状態までいったらもう終わりです。それは信仰が立ちするレベルです。 アーメンです今年はまず今までより何倍も何倍も頑張って皆さんの人生の最大の神からの力や祝福を受けて本当に喜びを取りながら歩き方も変えるべきだよ。 神からこんなすごいものを頂い,いてお尻をもっしないで軽くして踊りながらと歩く何であなたなんた何かあるのと言われたらあイエス様と毎日こうやって生きてるから踊るしかねえよこの嫌な顔を皆さんよハレルヤですアメン,アメン 1>, 1億2600万だけだって2億8 0万のためにも皆さんが最善を尽くしてこれから取りなさないといけないそうすれば今年からは開く開く開くんですよもう始まったから花火は信じますか方法は簡単ですよすべての道を通って成功したと思っても には全部虚しくなり、絶望的になります。しかし、イエス様に尽くした道だけが永遠に永遠に皆さんを輝かしてくれる。本当にこの道を歩んでよかったと。アメン。メンうん、イエスの皆を呼びながらも怠けてい,ながらばいたならば、あるいは間違った信仰で走,走っていたならば、後になって嘆き、悲しみも無になります。しかし、 し善を尽くして主のみ、主イエスの港主イエスの精霊を求めて、皆さんが最善を尽くして生きると、2024年からは、まぶしいほど変化が起きますよ、これからは。アメン借り入れができます。天道の扉が開かれた。リバイバルが始まったから。主の精霊が約束に基づいて、 私たちと共に働いてくださる年になってきましたからよ年明けから EMC には足 EMC というもう一つの教会が転がって転がり込んできたのこうやって「いいです」と言えないじゃない歓迎しないともう一つの EMC 教会年後に足チから一つの教会が看板を足 EMC に変えると もう変えましたよ先週の水曜日に栗原由美子とご主人のがやっていた教会の看板をあたち EMC に変えたてば、はあ、なんでこんなに生ぬるいのこれは奇跡のような祝福なのに変化なのにあなた方これに驚かないのが奇跡だよ普通ならばこういうこと聞いたら驚いてもう 踊り出すはずなのにあんたはこんな話聞いてもあっそう何も感じ聞いてない人を、ね、こう座ってるのが奇跡だな本当に <laughs> ハレルヤ <laughs> なぜもっと長年やってた看板を投げて二十歳 EMC にしたでしょうか本人たちの証をそのまま 引用して伝えます EMC に出会って眠ってっ,て眠ってったとこしいて眠ってった自分たちが起こされたから起こされたからと言ってました栗原弓牧師がそう言ってました眠ってたのに起こされたからハレルヤじゃありません <laughs> 皆さんに出会う人が 人の人生が闇の縛りから足されますように眠りの状態から起こされますように死んでた状態から助け足されますように主イエスの皆で祝福いたします。アーメンです。2024年は活気集めるかのような収穫が神の御国の蔵にできますように。借り入れができますように。 それをやるべき働き手は、まず皆さんであること、皆さんがまず先頭に立たせていること、信じるだけ、アーメンとシャ様に送って、イエスを参加読んでおります。これは永遠に悔いの心の,の誇らしい人生の道です。これは2000年前、イエス様が歩まれた道です。アーメンで行きますか神の御心ばかりを求めて、聖霊の働きばかりを求めて、祈ると、皆さんが必ずイエス様のようになります。イエスを参加イエスよー